こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、皆さんメイクってしてます？コロナ禍でなかなか外出する機会もなくなったから、もうナチュラルメイクしかしなくなっちゃったよ、なんなら目元しかしませんよ、ベースメイクつけませんよ、とかいろいろあるんですけどね。でも中にはお仕事されてる方とかはね、このコロナでねマスクもしないといけないけど、やっぱりメイクはちゃんとしないといけないよっていう人もいたりとかしてね。メイクしたらそこにくっついてくるのってやっぱクレンジングっていうのがありますよね。昔よくねクレンジングシーンと化粧したままでね、酔っ払って寝ちゃって朝迎えで化粧取ってないわとかよくありましたけどね。そういうことしてるとこう汚れが残ったままになるとシワとかシミとかの原因になるんですよね。若い頃なかなかねそこ気づかないんですけどね、今になってほんまに、はあ、あの時ちゃんとしとけばよかったとか思うんですけどね。もう遅いんですけどね。私たちに切っても切り離せないメイクした後のクレンジングの重要性の話をしてみたいと思います。頑張れんでいいね、はい、クレンジング。私ねクレンジング難民やったんですよ、ずっと。というのもいろんな商品出てるじゃないですか。クレンジングだってそうだし、あの保湿ジェルとかもそうだし、シャンプーとかリンスとかもボディソープもそうなんだけど、あらゆるその肌につけるものってもうありとあらゆる商品が出てて、もうどれがいいんか分かれへん。クレンジングで拭き取るタイプとか、あのお風呂で使える、水で濡れてても使えるタイプとか、そうじゃなくってあの外でお風呂の前にくる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 して、あのそれからお風呂に入りましょうっていうやつとか、まあ、いろんなタイプがあっていろいろこう試してみたんですけど、結局どれがいいんやろうってようわからへんまま、メイクが落ちればいいんかなとは思うけど、いろいろなんかね、あのちょっと美容のことも興味があるから、どうなんやろとかで見ていくと、どうやらこすりすぎることはよろしくない、ほな拭き取るタイプあかんのかなとか、で拭き取るタイプっていうのも売ってるよな、どういう風に使い分けるんかなとか、ようわからんくってね、あのほんまにどれ使っていいかわからなくて、あれもこれも手つけて、ようわからへん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 けど、もうとりあえずこれでいいかみたいな感じでずっと着てたんですよね。ほんでポメロ、これお風呂にね、あの1本だけ置いてて、全身洗えるポメロっていう全身洗浄料、これ作ったんですけども、バブバブでね、私作った時に、まあ、お風呂にこれ1本だけ置いててすごい便利だよって、私の中ではシャンプー、リンス、洗顔、ボディソープっていう、そんだけの機能が全部あって便利と思ってこれ作ったんですよね。でその時に、まあ、クレンジングに関してはさすがにクレンジングをしてからこのポメロであの洗顔をしてねっていうような、あのそういうものだと思ってて、うん、それはしゃあないなと思ってたんですよ。クレンジングってまたもう別やと思ってたからね。ほんでこれ作っていく間にいろいろ試作をこう繰り返して、私も試してっていうのをやってたんですけども、ある日ねメイクをしたままでね、あのクレンジングシーンとね、いきなりポメロで顔洗っちゃったんですよであメイクしてたと思って、あーって思ったんですけど、ふって鏡を見たらね、そのメイクがですね綺麗に取れてたんですよね。でえってなって、私の中でこれはクレンジングではないと思っていたので、でも鏡見たら顔見たら取れてるんですよ。えってなってね。ほんでその時結構アイメイクとかがっつりしてたんですよね。だけどマスカラとかもしてたんだけど、今までクレンジングいろいろ使ってきたのって、まあ、優しくね刺激にならないように優しく優しくくるくるくるとかやんねんけど、それやるとやっぱりこうマスカラとかが取れなくって、結局ゴシ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 こするみたいな、これ絶対あかんやつやんとか思いながら、こするこすって取るみたいなね、そんなことをやってたんですけど、このポメロで洗った時に、ただ洗顔のつもりでやってるからくるくるくるってやっただけやったのに、マスカラまで綺麗に取れる、ってなってね。だからたまたまなんですけど、ポメロこれクレンジングもできるやんっていうことを発見してしまいました。でクレンジングってなんかね肌にあまりよろしくないイメージがあるんですよね。だからメイクみたいなきついものを取れるっていうことは、それなりに強いものが何か肌に刺激のあるものが入ってんじゃなかろうかみたいな
なんか先入観というかイメージがあったわけですよ。ポメロを作った時に私は天然成分にすごいこだわって作ったんですね。肌っていうのは皮脂が作らあって、その皮脂って水分のこうバリアを作ることでね、肌を守るっていうそういう機能があるんだけど、肌を守るための必要な皮脂まで取り除いてしまうっていうのがクレンジングなんやって思い込んでた。でもこれはその皮脂を取りすぎないように私はポメロを作った。なのにクレンジング機能があってメイクが取れた、すげえなーみたいな。でこれなんでやろうみたいなのももういろいろ勉強したり工場にも聞いたりいろいろして、でどうやらこのポメロに入っている天然成分の界面活性剤、界面活性剤っていうのはそのお化粧をこう浮かしてね、浮かしてメイクを浮かしてオフしてくれるってい こう乳化作用って言って、こう水と油をくっつけてこう混ぜるみたいな、そういう作用、そういうものが化粧品っていうのは必ず入ってるんですけども、その界面活性剤が天然素材を使ってるんだけど、どうやらそれがものすごく乳化作用に優れているっていうことが分かって、あ、それのおかげでこんなに肌に優しく作った素性のものなのにクレンジングもできるんだというびっくりする結果が出たっていう、これたまたまなんですけどね。ということで私は今このポメロをお風呂場に置いてて、今日もねしっかりまあメイクしてるんですけども、これポメロで綺麗に取れるんですよ。量としてはですね、これ私の使い方ね、私の使い方としては小指のね第一関節の先っぽぐらいの量のポメロを出して、でそれで濡れてないお顔をくる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 ってクレンジングいつもします。でこれすごくね伸びがいいんですよ。なので引っかかる感じがなくて、濡れてない顔にこうつけてもすごく伸びがいいですね。でそれでくる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 ってこの小指の先ぐらいの量でやって、で一回お湯で洗って、でまた同じぐらいの量をもう一回出して、それで今度は洗顔っていう風にやります。もしくはですね、これ奥の手なんですけど、ポメロは全身洗浄料で、赤ちゃんからママさん老若男女おじいちゃんおばあちゃんまでみんな使えるですね。なのでこれね、子どもの髪の毛でワシャワシャワシャってこうシャンプーしたら泡立つんですよ。でその泡をねちょっと拝借っつってシューって取ってね、その泡立ったポメロで洗顔することもあります。極力こすらない方がいいっていうことやからね、泡でやったらいいんやって。しかもこれ、肌にいいもので作ってるから刺激が極力少ないっていうことなので、その子どものシャンプーの泡でそれで洗顔しちゃえっていうようなね、そんな使い方もしてるんですけども、もうとにかくクレンジング、もうほんまに今ねそのコロナでこうやってがっつりメイクの人もいればナチュラルメイクの人もいて、でナチュラルメイクだとあんまりこんな、ね、クレンジングって必要なかったりも洗顔だけでいけたりもするけど、でも時と場合によってね、このコロナの時代でもきっちりとメイクしていかないといけない場面とかあるじゃないですか。例えば友達の結婚式とかさ、そんな時にナチュラルメイクとか無理やし、ちゃんとやっぱメイクしていくじゃないですか。ってなったらやっぱりそのしっかりしたメイクに関してはしっかりメイクをオフしてくれちょっと強めのクレンジングって必要だと思うんですね。だからクレンジング力が高いイコール肌に強くてこう刺激があるっていう、そういうことではなくって、ケースバイケースで使い分けをすればいいのかなというふうに思うわけです。だから普段ナチュラルメイクでっていうことやったらポメロで十分だろうし、私結構しっかりめにメイクしてるけど、でもやっぱりポメロで取れてるのでね、かといってしっかりメイクが取れるからと言って肌にすごく刺激のあるものばっかりが入ってる、肌によろしくないものでは全然ないっていうことを私が作って、あ、そうなんだっていう風にすごく思いました。本当にお店に行ったらいろんなクレンジング剤売ってますけどもね、もうその人その人その場合その場合のそのメイクの様子とかっていうので、使い分けをしてもらったらいいんやろうなっていうのはすごく思います。その中でもナチュラルメイクでも強めのメイクでもだいたい綺麗にこうやって取ってくれるよっていうポメロは、私的にはこれぜひ皆さんにやっぱ使っていただきたい、一回使ってみてほしいなっていうのはあります。
もう私ここ数年これしか使ってなくて、クレンジングってもうなんかお店行ってもなんか目につかなくなりました。もうポメラあるしみたいな感じで、でお風呂場にこれ1本だけ置いてたらね、シャンプーもリンスもボディーソープもクレンジングも洗顔もって前はいっぱい置いてたけど、これだけポンって置いてるだけなので、もうこれなくなってきた新しいの変えてて、これだけに意識を向けてたらいいしっていうので、すごい時短っていうか、この子育てしてる中で意識をあちこちも向けなくていいっていうのもすごく助かっていて、もうぜひクレンジング本当にメイク取れるんでね、試してみてほしいなっていうふうに思います。だから使い分けてね、クレンジングメイク強めの時、ナチュラルの時、その時その時によってクレンジングっていうのは強めのものやったり弱めのものやったり、皮脂取っちゃう時もあるけども、強めのものやったらね、だからそれはそれで、あ、皮脂まで取っちゃったなって、乾燥してるなって、しっかりメイクしてたから仕方がないよな今日はっていうような日は、乾燥するバーって乾燥してしまう前にお風呂上がりすぐにこうやって保湿っていうのをね、あの連チャンでクレンジングして洗顔したらもうお風呂上がりすぐ保湿みたいなのでやってもらったらそれでいいと思うし、場合によっては皮脂まで取ってしまうっていうクレンジングが必要なこともありますからね。でも普段はナチュラルメイクの人だったら本当にこれぐらいで十分かなと思いますし、ポメロで洗ってもらって、でもまあね、全身保湿っていうのも今絶対重要だというふうに言われてますので、お風呂上がりは保湿。必ずこれセットでやってもらうといいのかなっていうふうに思っています。はい、不思議な私はこれでクレンジングができるとは思っていなかったんですけど、結果できるという、これはもう画期的でした。ぜひ皆さんにも使っていただきたいなっていうふうに思っています。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、これクレンジングとポメロっていうのもめっちゃ難しいですわ。クレンジング目的でポメロ作ってないから、稲富さん、これあくまで洗浄料なんですよね。クレンジングじゃないから、そういうつもりで作ってないから、でもクレンジングができるよっていうことは伝えたくて、あんな伝え方でよろしいでございましょうか。どうぞ。いいと思います。ただまあ一つケチを ケチよ。はい、来い。なんだ。はい、画期的って言ったんですよね、一番最後。はい、画期的っていうのは、まあ、最上級に準ずる表現と言われていて、最上級、まあ、最高とか、製造方法とかに絡めてるわけではなくて、久子さん的には、この商品が自分が思わなかった効果があったっていうところの、自分自身にとって画期的だっていう言い方をしたんですよ。あ、ほんまに、だからそれはね、そうきた、たまたまね、そうきた、たまたまねって思いました。あー、そうかそうか、私がたまたま画期的な発見をしちゃったよっていうこと。そう、画期的、自分にとって思わぬ効果があった、それは画期的でした。自分にとって画期的だった。そうです。この商品が画期的なのっていうと、根拠はっていう話になってしまうけど、私にとって画期的で、それはどうしてなのかっていうちゃんと理由もあったから、クレンジングができたからびっくりしたっていう、そうきたかっていう、ちょっと安心しました。 OK、ちょっと無理やり感もありますけど、すごいですよ、もう稲富さん、薬局法の日本代表する薬局法の先生なんですよ。その人に感心しましたって言われちゃった調子乗っちゃうよいや、画期的でした続けて使っちゃえ、画期的でしたけど何かありがとうございました。ありがとうございました。笑顔で子育て、応援したくて作っちゃいました。バブバブストアは概要欄からどうぞ。頑張らんで適当で。